果てしなき渇きは、深町昭夫による日本の推理小説。第3回、このミステリーがすごい。大賞の大賞受賞作。水原修作のサウスポーキラーとの大賞ダブル受賞となった。受賞時のタイトルは、果てなき渇きに目を覚ましで、著者名も、古川厚志だったが、単行本化する際に改題された。25万部突破のベストセラーとなっている。 元刑事であり、警備員の藤島昭弘はコンビニでの大量殺人を目撃してから間もなく離婚した元妻から行方不明になった娘、かな子の捜索を依頼される。しかし、かな子を探していく過程で彼女が悪名高い不良グループと関係していることが判明。さらに彼女の部屋からは大量の覚醒剤が発見される。いつしか藤島は 娘が地元の裏社会や政財界の人間までもを巻き込んだ大規模な犯罪行為の中心人物であることを知り、彼女を中心とした内部構想に巻き込まれていくうち、娘を探す手口が徐々に凶暴になっていく。そして3年前、カナコはクラスの中でいじめられていた瀬岡という少年に目をつけていた。瀬岡はカナコの元恋人であり自殺してしまった。 尾形のようになりたいと思っていたが、かなこはすでに彼に対して冷酷な罠を仕掛けていた。瀬岡はかなこが抱くことになった狂気を味わい、藤島は自らがかなこに犯した残酷極まりない仕打ちを思い出すことになる。渇き、として映画化。2013年8月にクランクインし、茨城県つくば市、千葉県印西市、東京都渋谷区などで撮影が行われ、 同年末にクランクアップ。当初は2014年7月4日に公開予定だったが、1週間繰り上げて6月27日に公開を開始。それに伴い、公開初日から7月4日までの8日間は、高校生と大学生は1000円で本作を鑑賞できる学生1000円早ありキャンペーンを実施。主演は役所工事、監督は 告白以来3年ぶりにメガホンを取る中島哲也。レーティングは R15。2015年ドラフトハウスフィルムズが北米での配給系を獲得。米大はワールド・オブ・カナコ。全国303スクリーンで公開され、2014年6月28、29日のオープニング週末2日間で、公衆1億1、228万900円。 動員83,420人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第4位となった。2014年6月27から29日の初日3日間では、公衆1億4、548万7,700円となった。2014年12月19日発売。発売、販売元はギャガ。アタケジューナリによるコミカライズが、この漫画がすごい。ウェブにて、 ウェブコミックとして連載され、2014年6月20日に単行本が発売された。ISBN 978から4から80から022713から3。松下、遠藤、幼い、超、東が登場せず展開もオリジナルなものになっている。また、藤島は、粗暴なだけで、比較的一般的な倫理観を持つ男として描かれ、 かなこの人物造形は映画版に近いものになっている。乾きに関するカテゴリー。ありがとうございます。